はい、皆さんお元気ですか？ジブロおじさんです。昨日の動画で、マクドナルドでサムライバーガー食べましたっていう動画で、視聴者の、エリさんが、いつも見ていただいてるエリさんが、コメントくれたので、それについてお話します。海外で美味しいって感じた時に言える単語、言えるフレーズについてご紹介したいと思います。まあ、僕はアメリカの方で育って、その後世界旅行をしたり、今シンガポールに住んでたりするので、まあある程度皆さんにとって有意義なお話ができるんじゃないかなっていうふうに思います。で、3つのレベル別に分けますね。一番上のレベルがもうとんでもないくらい美味しい、もう最上級の美味しさを表す単語と、2つ目が、美味しい、普通に美味しいっていう時に使う単語で、最後にまあ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 だよねっていう、この3つのレベルごとに使える単語をご紹介したいと思います。で、これはおまけですが、例えば友達にお店に連れて行ってもらってあんまり美味しくなかった時ってあるじゃないですか。そんな時に感想を聞かれて、ああまあ傷つけたくないし、かといって自分に嘘をつきたくないしって時に使えるフレーズも、僕はね結構これ使うんで、皆さんにお伝えしたいと思います。ぜひ海外旅行に行く際は参考にしていってください。で、今日はね、家の人がね素晴らしい料理を作ってくれたんで、これを食べながらご紹介したいと思います。まず1つ目ですが、とんでもないぐらい美味しい、これはもうこんな美味しいもの久しぶりに食べたとか、そういった時に使う単語。うん、わお、This is delicious。 はい、それが1個目、delicious。 まあこれはまあみんな知ってると思うけど、この視聴者のエリさんって人はGood としかパッと出てこないっていう風に言ってたんで、まあグッドもいいんですが、まあそのもっとこれすごく美味しいよって思う場合は delicious っていうのを使ってみてください。で、ちょっと発音難しい場合は日本語発音、delicious でも全然通じると思います。で、2つ目、This is amazing。 はい、amazing って単語もかなり使えます。これは僕も本当に日常的に使ってますね、amazing。最後に、で、これはね多分日本人あんまり知らないかもしれない、This is fabulous。 これも同じですね、 amazing と delicious と同じぐらいの時に使います。あとは spectacular とか、ただそれちょっと発音が難しくなっちゃうかもしれないんで、僕がおすすめするのは delicious、 amazing、 fabulous、 この3つかな。で、もちろんね、その1つの単語だけでもいいんですが、僕がおすすめするのはフォローアップすること。例えば This is amazing, I love how tender the meat is とか、あとは This is fabulous, wow, I love the sauce とか要はまず先に fabulous とか amazing とか delicious って言って、で、その後に具体的にどこが好きなのか、まあ、よく使うのはお肉は柔らかいとか、あとはパッと出ない場合は This is fabulous, wowAmazing とか内容ほぼないけど、とにかく美味しいっていう単語をいろんなバリエーションでさりげなく使うとかも全然いけますね。まあ、アメリカのレストランとか行くと、まあ、店員さんすごいフレンドリーなんで、例えば食べてる最中に How is your meal? どうですかご飯とか、あとはお会計の時に How was your meal? いかがでしたかご飯みたいな感じで聞かれることがよくあるんですよね。その時はもうすごい簡単で OK、It was delicious. Thank you. それだけで大丈夫。Thank you っていうのは、聞いてくれてありがとうっていう意味で、Thank you っていう風に付け加えます。そんな感じかな。あとはこれシンガポールならではなんですが、シンガポール人って、独自に発展させちゃうんですよ、英語を。だからこっちはシングリッシュっていう風に言うんですけど、シンガポール流のエングリッシュでシングリッシュ。で、例えばショック。ショックっていうのはマレーシア語かな、確かから発祥した言葉で、美味しいっていう意味、シンガポールではショックって言えば OK 僕はねあんまり使わないけど、はい。で、次のレベルは、普通に美味しい、そんな時に使える言葉で、ちょっとご紹介する前にお願いがありまして、ぜひチャンネル登録の方をお願いします。で、そのチャンネル登録した後に右の方にベルマークがあると思うんですが、ベルマークをクリックしたら揺らすアイコンがあるんで、それをもう一回クリックしていただくと、僕が動画を更新した際に告示が行くようになりますので、ぜひよろしくお願いします。すでに通知オンにしていただいている方はいつもありがとうございます。はい、ということで、普通に美味しい場合、It's good。 まあすごい単刀直入ですが、It's good。 これだけでいいかな。でも、ただこれもぶっちゃけ
言い方次第で最上級の美味しさになったり、もっと、うん、微妙かなって感じになったりするんですよ。例えば、うん、wow, it's good、 こんな感じだったら、あ、かなり美味しいんだなっていうふうに捉えられるし、 it's good だったら、あ、そうでもないんだなっていうふうに見えるし、まあこれは日本の美味しいとか、美味しい美味しいと一緒ですね。うん、何話すかっていうよりは、結局はどんな、なんだろう、テンションで言うのかとか、どんな、どれぐらい笑顔で言ってるのかとかで全然変わってくるのが、まあ日本語でもそうですけど、英語は特に顕著ですね。本当にもうフェイシャルエクスプレッションっていうのは本当に大事、英語は。で、最後に、まあまあ美味しかったよねって場合、やっぱりね、食べるものが全て美味しいわけじゃないんで、そういった時は not bad、 直訳すると悪くない、これも結構使うかな。まあ、もちろんその、ね、レストランの人に向かって not bad とか言わないですよ食べ物の評価としてはあんまり高くないんで。じゃあそのレストランの人に、もしくはそのレストランに連れて行ってくれた友達に評価を聞かれた場合、この時はどういうかというと、まあ僕だったら例えば Yeah, it was good. I like the ambience of the restaurant とか、どういう意味かというと、うん、美味しかったよ、お店の雰囲気が良かったよねとか、聞かれたことに対してはすぐうん、美味しかったよって答えて、その直後に料理とは関係ないところを褒めるそうするとまあレストランも誘ってくれた友達も悪い思いはしないと僕は思うんで、そういうふうに僕はよく逃げてます。まあ、僕が住んでるシンガポールの場合は結構みんな、なんだろうな、嘘をつかないというか正直に答えるね。だから例えばその、友達にご飯をおごる時とかも、日本だったらやっぱりおごってくれたからなんかまずかったとか言わないじゃないですか。でなんかシンガポールの場合は結構ストレートな人が多い気がする。僕なんかご馳走して、うん、まあまあかなって言われたことも結構あるんですよ。もちろん人によりますけど、なんかそういう人が多い気がする。だから日本人は結構ね、そういうこと言うみたいな感じで、まあ、ギャップを感じるかもしれないけど、まあこれがねやっぱり海外ですよね、日本と違う。だからシンガポールの場合はあんまり隠さなくていいと思う。隠すとかえってなんか信用されないんですよね。何考えてるか分かんないとか思われたりするんで、で日本人って自分の意思を伝えるのが得意じゃないじゃないですか。そのはっきり言うのが苦手だったりするんで、だからまあシンガポールとか、まあ、アメリカもそうですけど、はっきり伝えるっていうのが、まあ、人間関係を構築していく 上では僕は重要だと思いますね。はい、そんな感じで久しぶりに喋る会をやりましたが、少しでも勉強になったら、幸いです。面白かったらぜひグッドボタンと、あとコメントも全部読んでるのでお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録と、その右のベルマークを揺らしてください。お願いします。では最後までありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。